かわいいガールジャパン。かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、はじめまして、みひまる GT のひろこです。はい、日本でかわいいと思うものはですね、日本は全国にゆるキャラちゃんっていうのがいるんですけれども、私東京に住んでるんですけども、東京の、都バスに乗るときにミンクルくんっていうのがいるんですよ。そのミンクルくんっていう、ちょっと緑の妖精みたいな感じのキャラクターなんですけど、そのミンクルくんのここの赤いピョンって出たこう桜もみたいな角だったりとか、あとこうパッと横を向いたらミンクルくんがの顔がペロってなってるんですけど、そのこのペトッと具合というか、その横のミンクルくんの横顔も私的にすごくもうツボで、可愛いなと思いますね。このネクタイなんですけども、これネクタイにこうラインストーンをこう散りばめて、ラインストーンで覆ってるんですけど、こういう布製品にこうラインストーンをこう貼ったりとかして、でそういうキラキラ小物っていうのが最近マイブームです。はい、そんな私みひまる GT のひろこなんですけれども、5月の18日にソロ第1弾アルバムオープンザドアをリリースしました。ありがとうございます。このアルバムはですね、この目の前にある扉をドアノブをしっかり握ってどんどんと前に、力強く突き進んでいけるような、そんな力強いアルバムになっておりますので、そんな女子パワーを感じていただければと思います。私のソロアルバムオープンザドアを、引っ提げた後にですね、ソロ活動を経て、またみひまる GT としての活動が、再始動します。もう一人ミックという男の子、サングラスをかけた人がいるんですけど、その人と一緒にみひまる GT として、活動していきます。6月の8日にですね、マスターピースというシングルを出しまして、夏フェスなどでもたくさん披露すると思いますので、もし、その時に日本に遊びに来ている方がいましたら、ぜひ夏のフェスティバルにも、遊びに来てください。そして、今年の秋からみひまる GT としてツアーが始まります。その名も、みひまライブ11みひ団結という名前で回らせていただきますので、それも皆さんぜひオフィシャルホームページをチェックして遊びに来てください。以上、みひまる GT のひろこでした。かわいいガール